やっぱり俺、資格バシに入りたいかも。え？ YouTuber なんだけど、ノーベイで資格バシに入った天才がいるんだよ。俺も頑張れば資格バシに入れるんじゃないかと思って。ん？ノーベイで資格バシ？もしかして、壁？え？壁さんは知ってるの？ペテランチのオドバシの壁でしょ？そう。俺今、雷獣にハマっているんだよ。ダメよ。雷獣に憧れたら。ペテランチは、なんだから離散だかなんだか知らないけれど。確か三流とかしているのよ。ああ、今は四流なんだよ。四流？親からしたら、ベテランズの弟の方がまともよ。確か弟は成功かどっかから私立の医学部に入っているの。理三の四流より、私大医学部の普通の学生の方がずっといいから。お母さん、なんで弟のことまで知っているの？ YouTube のおすすめに出てくるのよ。チャンネル登録よろしくお願いします。とにかく、壁にも憧れたらダメだから。壁は確かに会社を辞めて今無職になっているでしょ。国家公務員を目指しますとか言ってなかった？そうかと思ったら塾なんか開いちゃって。お母さん詳しすぎるんだけど。あと四浪して都立大に行った子もいるでしょ。ああ夏美とのことだね。昔東大を奉公させられた子もいたのよ。ああいないね。とにかく7でありながら6でもないから来週には憧れたらダメよ。息子はそれでも来週で推奨されている勉強法を実践しているようです。ベテランチはこの勉強法なら東大も余裕ですって言っていたよ。来週は6でもない学生生活を送っていても元々は7の天才の集まりなのです。息子にはきつめに注意しておきました。あなたのお父さんは売国泊まりお父さんなのよ。何このとばっちり。そんな天才の進む勉強法があなたに通用するかしら。息子には天才の勉強法などを真似ずに愚直に頑張ってもらいたいものです。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。